皆さんこんにちは、ペストでございます。横綱物語続きやっていきましょう。今年度もね、もう残り2場所となりました。秋場所の場所前稽古ですね。通算は1000トンで49回目ですね。前回がね、ちょっと散々でした。7条3で、前回ね、年相応の割には逆に頑張った花山地さん、残りまあ2場所だとは思うんですけどね、こればっかりは。で、中条さんはね、残り2場所4ポイント、まだまだちょっとハードル高いんですけど、まあ、2ポイント取れれば取り切ることは可能ではなくなるんでね、1ポイントやったらちょっと厳しいでしょうね。うわ、当たり引いてた。で、小工事さんもいいとこまで行くんですけどね、ちょっと爪が甘いね。寺之内さんも試合やね。はいはい。で、八条さんもまだまだ、ただね、来期からは劣化ゾーンですね。で、九条さんが今のところ一番上がらなきゃいけない人なんだけどね、前回は直接対決敗れちゃいましたね。で、倉間口さん、で、室町さんはまだまだ鍛錬中。で、北山さんも上半身鍛錬中なんですけども、今回ももう現在前頭なので、11ポイントしか上がらないんですよね。はい、という育成方針かな。では、2日目参りましょう。小遣い対面ね、瞬発せっかく60乗ったんですけどね。運び足で、下半身で、上半身ね。はい、では3日目ですね。よいしょ。こいしょ。花山さんも絶好調やねんけどね。中条さんも調子がありしなければね。あーで、塩小路さんもね。あ、で、小遣いか。はい。はい、ごっつぁんでーす。まずまず、そっかそっか。上り調子と下り調子があるからね、ちゃんと見てなかったな。まあまあ、調子的にはね、多分フラグ的には一緒やと思うんですけどね。やる気ないが、中条さんは出ちゃうと調子が変わっちゃうんですよね、多分。おしよしよしよし、4日目できた。次は下半身。まあ、この第1クールで引くのはでかいですよね。2ポイントもしくは3ポイント上がるチャンスなんでね。ということは八条さんは逆やね、下り坂になるんかね。4日目でこれだから、で、運び足、下半身、まあ10のずれやから分かりやすいね。で、これが14ポイント目。は
はい、では、5日目参りましょう。5日目は講演会になっちゃうからね。ここから下半身やね。で、下半身上がれば、あれ、なんだ、名前出てこない。四股でね、柔軟性を上げちゃおうと。で、判断力もね、十条さんの場合は1ポイントだけ上げとくべきかなと思って、あ、間違えた。まあいっか、どの道最後上げるから。申し訳しちゃった。はい、3日目いきまーす。で、今度は下半身ね。おお、よしよしよし、いい、素晴らしい。ツークルメも引いた。じゃあ次はもう四股ですね。あー、素晴らしかったね。で、寺之内さんは柔軟性が60。いやー、素晴らしい。で、間違えたね。運び足を申し合いにしちゃったね。あれ?と思っちゃったね。押した瞬間に。まあ、どうせ90ぐらいまではね、回復させにはいかんからね。ちょっと気をつけながらやりましょう。はい。7日目。今のところね、分かりやすいのは花山地さんとかと調子が揃ってることやね。今絶好調で、絶好調やね。これがだからやる気ないとかに出ると、期待しないでくださいに変わっちゃうわけなんですよね。っていうのをもうね、ようやく最近になって気づいたっていうね。今忠誠心90で、あと4回から判断力も60超えしたところでね、小遣い与えれそうですね。いや、間違えたね。一個ずれちゃった。だから、なんなら今場所でね、終わってくれてもいいぐらいなんだけどね。もう2つポンポーンと上がって、んなわけはないわな。でもね、やっぱりあれですよ、3番目はよく引くね。場所チェンジして正解やったね。まあね、もっと早くしとけばよかったですよね。九条さんがここで絶好調来るっていうことは、8日目やから上り調子で、八条さんは下り調子いうことですよね。さあ次で、持続力40の倉口さんで、逆に室町さんはこれで下半身が50。あぶね。で、17か。お小遣いやるとかやった。やばいやばい。はい、9日目でございます。いやー、嬉しいね、十条さん。これでだいぶハードル低くなった。もう一個来てくれるとね、もう完全に完了にリーチがかかっちゃうんだけどね。まあそううまくはいかんやろな。さあ次で判断力が60の寺之内さん。あと
はね、噂の覚えがちょっと若手今のところね悪いんでね、もうでもね室町さんもね終わりじゃないんかなと思うんだけど、まだね一応様子は見とるんですけどね、ちょっとやっぱりね武器貯金になるんやろね、技が少なすぎるようなね気がするんですけどね。はい、10日目いきまーす。上がんないねそう甘くはない。まあでも2ポイント上がってくれただけでもだいぶ嬉しいですよ。さあこれで、判断力60ね。ああでもお小遣いタイムがね近づいてるんやね。18、はい、11日目ですね。十条様だとチャンスは4回。逆にやる気ないが出て調子を崩さん出てほしい。おっていうことは4場所連続の優勝が下手したらっていうのもねあるんだけどね。さあ寺の内さんは明日お小遣いだね。ちょうど判断力も61やから60割らないで済むと。下半身ね。で、上半身。はい、12日目いきましょう。七条さんは上り調子か。12日目でなってるからね。小遣いやね。ほい、はい、ごっつぁんでーす。ペース的にはちょっとここで60半ばか、遅い、ちょっと遅いかもしれんね。一場所10ポイント弱と考えて、夏場所、春場所、春場所で普通調整入るんですけどね、それが多分ないからな。おお、20代入ったね。で、13日目。あんまり決めを得意としてる弟子さんってうち来たことないんじゃないかな。これで明日お小遣い14日目で、で15日目は技研究やね。こっちもそうですね。あ、でもこっちは小遣いタイム届かん、もう来場所の頭になっちゃうんだ。で今日は講演会ね、あと2つ。はい、14日目いきましょう。
うん、わかんねえね。で、これで、寺の内さんは明日技研究。で、小遣い。はい、ごつさんでーす。で、下半身やって、室町さんも明日技研究。で、北山さんは上半身残り2ポイント。という具合ですね。では、秋場所の場所前稽古ラスト15日目いきましょう。上り調子の今一つね。で、絶好調。ああ、3ポイント目来なかったけど、まあまあ絶好調。2ポイント上がってくれたからね。これで来場所、ね、最後2ポイント上がってくれればということで、だいぶ楽にはなった。さあ、技研究いきましょう。はい。ああ、早くだ。お、広がった。よしよし。村松さんも。はい。おー。オッケー。まだ伸びしろはあるっていうことでね、限界って言われなかったんで、室町さんは。はい。では、技確認して終わりましょう。まず、室町さん。うん。うっちゃり。あ、でもね、武器直径やね。投げはね、小手投げ。と叩き込みが武器やけどね。倉間口さんは、うん、下手投げ。3ページ目がないのよね。で、寺内さんは技覚えんかったね、今回は。それでもね、ちょっと器用系なね、ラインナップにはなりそうやけどね。はい、という感じで、秋場所は本場所を迎えてみたいと思いますんで、そちらの方もね、またご覧になっていただければと思います。では、場所前稽古はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。それでは、さよなら。